司法書士の重森です。大阪市内出張無料で司法書士をやっております。生命保険金は相続財産になりますか？生命保険金で受け取るお金、それは相続財産にはなりません。ちょっと難しい言葉ですが、みなし相続財産となります。みなし相続財産となることによって相続税の対象にはなりますが、民法上の相続財産ではありませんので、そういう意味では相続財産には入りません。以上、司法書士の重森でした。